はい、どうも皆さんこんにちは。ということで、今回はちょっと声がガラガラで申し訳ないんだけども、後付けでね、語っていきたいと思います。またね、ちょっとまたパクられたんだよね、動画。某ライリーみたいな人に。まあそうだね、まあそれだけですね。ちょっとパクられたっていう報告なんだけど、まあ、コメントとかでさ、なんか不仲説みたいなね、仲いいなっていうコメントもあれば、仲悪いのっていうコメントもあるんだけど、まあそうだね、最近一緒にやってないっていうのもあるし、なんだろう、やっぱりね、難しいんだよね。マウスターってみんなプライドが高いから、みんなプライド高いんだよ。結構前動画でも言ったけど、プライドが高いんですみんな。マウスターっていうか白身大富豪かな、あのいい意味でも悪い意味でも。今回はそのちょっと悪い意味でね、与えちゃったっていうか、そのプライド高いのがちょっと悪い意味でね、なっちゃったっていうのもあるよね。まあ結構難しい関係なんでね、結構難しい関係なんだけど、まあ視聴者のみんながそんな気にすることじゃないから、大丈夫です、大丈夫、気にしないでほしい。特にね、どっちも動画投稿やめるとかはなくて、まあ、普通にまあ、まあ一緒にやることは、あれだね、ちょっとそうだね、難しいんだよね、難しいの、動画投稿みんなしてて、ね、最初動画投稿しなかった頃はね、みんなワイワイやってたんだけど、やっぱりね、その動画 YouTube 関係になってくるとみんなちょっと変わっちゃう部分もあるんだよね。それでさ、それでまあこういうことになっちゃったっていうか、俺事前に知らされてないからね、この動画パクるよとか言われてないんですよ俺は。でもまあそうだよね、びっくりするよね、急にパクられたりしたら。まあみんなは気にしないでほしい。まあ俺とライリーはね、視聴者が優先なんで、視聴者が第一、視聴者がリスナー第一だから、まあ俺ら2人に限らず白紙の人たちはまあみんな視聴者思いで有名な人たちじゃん。本当に視聴者のこと第一に考えていて、だからそうだね、今回不仲説流れたことにもまあしょうがないかなって思うね。まあ見抜かれたって感じがするね。まあぶっちゃけちゃうと不仲だから、ライリーと俺は本当にね、最近ねちょっと一緒にやってないし仲悪いから、動画もあれだね、パクリ合いするしてた。だからまあ同じマウサー、まあマウサー実況者といえばまあライリーじゃん、一番最初に来た。その後に俺なんだよね、マウサー実況者。だから、なんだろう、お互いライバル意識っていうのがあって、まあ、難しいんですよ。まあ、動画投稿してみないと分かんない。今、グループで楽しくやってる人たちいると思うんだけど、ね、もし、その人たちが、君たちがね、もし、動画投稿有名になって、そしたらね、ちょっとね、やっぱり関係がこじれちゃうこともあると思います。僕たちみたいに。でもね、それはしょうがないっていうことだから、まあ、いつまでも関係が続くわけじゃないっていうか、昔は一緒にやってたけど、BO4 は全然やってないじゃん。最初の頃はやってたけど、今やってないじゃん。それが答えだよね。まあ、最初の頃にね、まあ、あったっていうか、ちょっとその、すれ違い通信があったっていうか、仲違いしちゃったっていうか、まあ、俺とライリー、どっちも好きな人には申し訳ないけど、まあ視聴者様たちにはね、そういうね、こういうこと話したくなった方なかったけど、話さなきゃなって思ったから、いつも視聴者様の温かいコメントと高評価にね、本当に感謝してるんで、やっぱり嘘はつきたくないなと思って、ね、こういう動画出しました。人は変わるんだよってことを覚えててほしいね。今
毎日一緒にゲームやってるよって人いると思うんだけど、その人とずっと仲いいわけじゃないから、どっちが変わってしまうっていうかね、あると思います。俺とライリーさんの場合はね、まあ二人とも変わってしまったっていうか、数字にとらわれすぎた感じがするよね。数字も何も気にしなかったあの頃、懐かしいね、懐かしいと思います。あの頃はね、やっぱり何も気にしなかったっていうか、お互い動画のこととかも考えずにね、まあただ単純に楽しんでいたっていうことですね。うん、まあそういうことですね。なんか昔の話して、仲良かった頃の話してたらね、ちょっと悲しくなってきたんで、今回はこれで終わりたいと思います。見てくれてありがとうございました。失礼します。はい、まあということでね、今動画を閉じた連中はちょっとね、今動画を閉じた最後もね、動画を見ないひどい奴らは、まあ、騙されたまま終わるんだけど、まあ、もちろん嘘ですね、もちろん嘘。はい、そういうことです。あー、なんだろう、なんかコメントで来たからさ、ちょっとそれをネタ風に撮ったんだけど、なんだろう、DM でも来て、なんか仲悪いんですかとか、なんか言われたから、あとなんだろう、なんだ、あったあったあった、センスいい動画なんだからいいじゃん、パクられても、2人とも見てるリスナーならどっちが早かったか分かるんだから、そんなことで怒んなよとか来たけどさ、分かるだろうね、だってやばいだろ、ちょっとまあなんだろう、俺の演技力が高すぎたのは申し訳ない。うん、俺の演技力が高すぎてちょっと騙されてたのはあるね。うん、ネタをネタと見抜けなかったとかもあるけど、やはり俺の演技力、俺の迫真の演技力だよね。迫真大富豪部随一の演技力を誇る俺にね、ちょっと騙されちゃった人多いと思うけど、まあ今の前半のやつもそうだけど、まあ船かとかじゃないんで、マジ動画ネタがないだけだから、本当に動画ネタがないだけだから、安心してほしい。うん、仲悪いんですかとか思った人、全く違うんで、ネタがないんで、この動画もネタがないから作ったんで、ああ、ダメだよ、ダメだよ、騙されたとか言ってね、また嘘かよとかアンチコメしちゃダメだよ。だってこのゲームが悪いじゃん。ネタがないこのゲームが悪いんだよ。俺悪くないよ。うん。ライリーと一緒にやらないっていうのはね、このゲームが悪いんだよ。このゲームはつまんないから悪いんだよ。このゲームがつまんなくてね、マジ普通に動画を撮る以外やりたくないっていうのが問題だよ。うん、だからこのゲームが悪いんで、全部、まあ全部このゲームが悪いで片付けられるんだけど、普通になんか DM でなんかネタ動画作る面白い企画待ってますとか来たから、ちょっと作ったんだけどね、なんだろう、まあこれぐらいしかない、本当にこれぐらいしかないです。はい、もうなんか、まあ、動画のネタのなさがわかるでしょ、みんな。俺だってさピースキーパーとかね、ピースキーパーとか6点バーストのライトマシンガンとか使いたいわさ、使いたいわ、そんなもん使えないわ、使えないもんだって。アップデート新武器追加のアップできたら、なんか開いたら普通にあるようにしてほしいんだけど、なんでダメなの、なんでしないの、それとなんでみんな使えるようにしないんだろう、なんで金稼ぎするんだよ、急にガチャ要素追加しやがっておい、ちょっとさ、癒しすぎない、さすがに急に追加したじゃん、ガチャ要素、今までティアだけあったのに、なんで、ちょっと絶対ティアじゃちょっと稼げないなーって、あー稼げないなーって思ったらガチャ要素追加しただろ、見え見えだわ。はい、そういうことです。あと、あ、コメントとかでなんか来てたから、そういうのがそういうのが来てたから、いや、まあ、あでもそういうことにしといてやるかみたいななんか悪いことにしといてやるかみたいな感じですね。あるじゃん、よく他の有名な人たちでもそうじゃん、もしかして仲なんじゃないかっていう、その真実とはとかあるじゃん。だったら船かでいいよ。だったら船かでいいよ、そんな。どうせ船かの方が面白いなって思ってコメントしてんだろ、どうせ。船かだったら面白いなとか思ってコメントしてんだろ。なあ。じゃあそういうことでいいよ。じゃ今、さっきの沈黙で動画を閉じた人はね、船かなんだって思ったまま終われたろうけど。うん。
そういうことですね。はい。まあ、ということで、今回はこれで終わります。まあね、まあ、船かじゃないんで、安心してください。まあ、おぎままとはね、俺、喧嘩したままなんで、あれっきり喧嘩したままなんで、うん、ちょっと船かだけど、まあ、大丈夫です。はい。終わりたいと思います。さよなら。